い、どうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、アスタタタリクス、アスタタ、やっていきたいと思います。はい、本日はね、鬼滅コラボの、どのスタイルをね、取っていくべきか、っていう、お話をしていきたいと思います。ただ、これだけ先に申し上げておきますと、性能でね、取るっていうのも、すごく大事なんですけど、ただ、自分のね、推しキャラっていうのを、まあ、取るっていうことの方が、まあ、大事かなっていうふうに思います。なんでかっていうと、コラボが終わった後、もう一回コラボが来て、再度取りに行けるかっていうと、ちょっとわからない状態なわけですよ。なので、進めていくときに、自分の推しのキャラじゃないキャラを使っていくと、まあ、やっぱりモチベーションでね、やっぱ上がりにくい部分もあると思うんでね、まずは自分の推しを第一に選ぶっていうことを、まあ、お勧めしたいなっていうふうに思っております。です。性能を復習しながら、まあ、最終的にね、取るべきか取らないべきかっていう話を、ま、していきたいなと思います。じゃあ、見ていきましょうと。甘露寺さんですね。甘露寺さんに関しては、ゲシュタルトバーストがね、スキル因子を使うと、追加ダメージがね、増えるという感じですね。広い範囲、攻撃できるっていうのがメリットになります。あと、甘露寺さんの一番のポイントっていうのはここですね。固有スキル。3ターンの間、バトル開始3ターン。の間、仏光魔光全部ですね。40% アップ、4割増ししますよっていう。これ、勝手に発動するんでね、めちゃめちゃ強いですね。一度すると、スキル因子を譲渡するスキルを覚えます。さらに、味方の高速をアップすると。だから、富岡さんとかにね、使ってあげると、よりいいんじゃないかなっていうところですね。3突すると、スキル因子の数だけ、仏光と仏棒がアップするっていう、ぶっ壊れた、スキルを持ってます。なので、甘露寺さんが好きな人、っていうのは、絶対3突取った方がいいと思います。これは、マジで強いと思います。ただ、このスキルが、ま、最強かって言ったら、ま、それはまた別の話になります。ゲシュタルトバーストと、これをね、比べてみると、こういうのがあるから、ゲシュタルトバーストのね、ダメージが控えめにされているっていうのもあるんでね。ただ、広範囲に攻撃できるっていうところで、優位性、他のスタイルと違う優位性があります。これも高速アップ。ですね。データスを見ると、割とね、平均的なんですよね。ノワールの上位互換っていう感じですね。で、一ポイントはノワールより1、2割増しくらいあって、まあ、それ以外はノワールとよりちょっと高い。ここら辺がね。で、ここら辺はまあ同じくらいか、種が低いかなっていう感じですね。まあ、ノワール、カノジさん取ったら、ノワール使わなくても良くなるっていう感じになりますかね。で、さらに、ステータスアップ入るんでね。それプラス、既存の光粘素をうまく使ってあげれば、硬くもなるし、回避もできるし、そういう風に、七変化できるスタイルとなっております。はい、ネズコ。ネズコは、スキル因子をね、消費すると、ダメージがアップしますね。で、さらに、火傷をね、付与できるっていうことで、倒しきれなかった場合もね、ダメージを与えると。バケツですね。これは素晴らしい原作再現ですね。これはまあ、あったらいいなーって感じですかね。だから、大型ボス、マッハとか、コロッサスとか、そういうやつがね、一発で削れきれないときに、いいかもしれないっていうところなんだけど、まあでも、それまでにゲージ削り切っちゃうと思うんでね、そうすると消えちゃうのかな、それはわかんないですけどね。で、ネズコの、固有スキル。仕掛けられたときに、必殺アップして、因子を2回復すると。まあこれはね、結構いいかなっていう。これ、後々役に立つんですけど、一つで、自軍フェーズに、範囲内の中華人である味方ユニットの仏棒が30、必殺回避が15アップする。で、鬼滅ユニットの場合は50と必殺回避20上がるという感じで、かなり強いなと。で、自分含めなんで、自分は50、仏棒50、必殺回避20アップなんで、防御力持ってあげれば耐えられる性能になります。50アップ破格ですからね。で、高難易度になると必殺結構繰り出してくるやつ多いんで、この必殺回避が上がることでね、相手のスキルで必殺がアップするみたいな効果を打ち消せる場合があるんでね。これもいいかなっていうふうに思います。で、3突すると、射程外から攻撃を仕掛けられた時に、スキル因子が4以上の場合は、スキル因子1消費することで反撃する。で、これ、3、4マス攻撃してくるやつ いたりするんですけど、そういうのも全部反撃できるようになるんですよ。3突すると。で、そうすると、ここの1突目の防御力がアップする、このスキルっていうのの、まあ、意味合いがね、強くなる。敵のね、真ん中にトーンと突っ込んで、まあ、このスキルがね、発動してるんで自分に。まあ、防御力とかアップしていますと。で、さらに向こうから攻撃仕掛けられると、スキル因子が2回復するじゃないですか。3回攻撃されたら、
これが発動できるようになる。まあ、そうなると、そこから反撃が始まると。1消費で、なんで、3回発動すると6、まあ5までなんで、5になって、次の時から、まあそういう感じでね、4を切ることがなくなってくるんで、3回以上になるとね。まあそうするとずっと反撃できるようになるから、まあ、非常に強いなと思います。あとはまあ結構、仏光も仏棒もね、漏れるようなね、スタマスだったりとか、ついてるんでね、まあ非常にいいのかな。で、性能なんですけど、性能はね、結構技によってますね。技と速と運。だから、追撃とかもしやすいだろうし、手はちょっと低めなんですけど、ここは持ってあげればいいかなっていう。技を高めることで、命中上げて、命中と必殺上げて、必殺をね、繰り出して、敵を返り討ちにしていくっていうスタイルですね。まあ僕はこれ強いと思ってます。めちゃめちゃ。まあ禰豆子を三突したいなっていうふうに思ってるところですね。で、炭治郎。炭治郎は、まあ主人公性能ですね、完全に。で、スキル因子、ゲスタルトバースね。スキル因子1消費で、自身の命中50、必殺20アップすると。400% の炎属性ダメージを与えると。で、累積するって書いてあるから、5持ってたらこれが上がるってことですね。5倍になるってことですね。やばい。必殺出るよ、100%。100% とはわかんないけど。こういうスキルが攻撃を仕掛けられた時、1ターンの間、仏棒、魔棒がアップすると。スキル因子があると、さらにアップする。仏棒の上がり幅がおかしくなってるんですけどね。で、このこういうスキルは、持ってれば、配布炭治郎にも装備させられるので、まあ非常にね、いいかなって言って。逆に、配布炭治郎の持ってるこういうスキルもね、装備できるんで、炭治郎は、そういう意味でね、使い勝手がいいですね。中でもね、やっぱ主人公ですからね。で、一つすると、この隣接バスに入った敵ユニットの移動量がゼロになる。これはね、あんまり、ちょっと効果を実感できないというか、こういう感じで敵が通り抜けようと、通りますよって、そうするとここで止まらせられるっていう、そういうスキルですね。だからあんま語ることはないですね。三突すると、攻撃仕掛けられたデュエル後2ターンの間、自身の人ポイントを 30% 回復する効果付与。自分フェーズね。人ポイント 60% 以下の場合、スキル因子を回復すると。このスキル因子回復すると、まあ、ここがね、こういうスキルとか、演武とかが、すごい強くなるんでね。まあ、便利ですよね。だからこれ、すごく優秀だと思うんだよね。これで、これを発動している状態で、まあ、攻撃仕掛けられた次のターン、に発動するわけですよ、これが。で、その次のターンにね、敵に攻撃された時に、これが発動できるっていうところ。硬さっていうのが担保されてるなっていうところですね。まあ、めちゃめちゃいいかなと。で、スターマスは普通です。そんなに別に強くもなく弱くもなくって感じ。だから、炭治郎は、ね、3突してもいいですね。1突で止めるのはちょっと意味があんまりないかなっていうか、1突するんだったら3突までって感じ。3突しないんだったら、無突でもいいっていう。感じですね。で、ステータスは運によってるんですよね。だから必殺と必殺回避っていうところに重きが置かれてるんだと思います。必殺回避は運でしか左右しないんで、で、守備は68でまあまあ高いですね。多分一番高いかな。で、ヒットポイント命が150っていうのもすごい破格の強さですね。ただ力が弱いんで、まあそこだけ気をつけないといけないって感じですね。装備をしっかり持ってあげるっていう。アクセとかもあるんでね、そこら辺で盛るのはできると思います。必殺出したりとか、まあ、してあげればいいのかなっていう。で、煉獄さん、超化け物、お化け火力。カンロイさんの場合と同じで、こういうマップ兵器ですね。追加で、このマスの中の敵を攻撃できるってやつなんだけど、これが、スキル因子4消費すると、マックスで追加ダメージが 275% になるっていう、超化け物ですね。追加でこんなダメージ出る、ゲシャルトバスト持ってるやつさんがいないんで、イゾルデがすごい強かったんですけど、80% だったかな？それでも。これもう化け物だよ、ほんと。まあ、範囲の違いはあるけどね。煉獄さんは、どれを取れっていう風に言われたら、煉獄さん一択ですっていう風に、まあ、答えるかな。デュエル後、自身の人分量が敵ユニット以下の場合、仏棒がアップ。上の場合は命中がアップ。スキル因子を消費することで、仏光仏棒が40アップするっていう。これもね、すごい強い固有スキルですね。1突すると根性を覚えます。1で耐える。これすごい優秀ですね。だから追撃されないようにするために、速はね、できるだけ上げて、高速をね、担保したいですね。3突すると、自身の人目のが 50% 以下の場合、スキル因子を1回復し、人目のが 20% 以下の場合、さらに2回復するという感じで。これをね、持ってれば、反撃の一手になると。素晴らしい。だから3突は欲しいですね。この強さを、煉獄さんの強さをね、感じるには3突必要ですね。まあ、無突でも当然強いんですけど、
3突したらもっと回転率が上がるっていう。やっぱスキル因子があってこそだと思うね。なくてもこの 400% は担保されてるから強いんだけど、でもあるとものすごいことになる。まあ、刀でね、自分の刀で上げたりとかもできるんで、まあ、絶対これが必要なわけじゃないけど、あるとめちゃめちゃ強いよっていう感じですね。でこれも、スターマスもね、ぶっ壊れてる。煉獄さんはやばい。優遇されてる。で、ステータスも、力は、鬼滅キャラ全部控えめですね。力は。やっぱり、そこは、やりすぎてないって感じですね。技と運もそこそこ、速は高いかな。うん。っていうところで、追撃されないように、まあ、高速を担保して戦うっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、忍さん。忍さんはね、マジで、これはね、やばいっすね。こういう戦い方するスタイル、今までいなかったんで、まあ、どこをね、付与できるやつはいたんですけどね。でこれが、ゲシュタルトバーストで、スキル因子をね、消費することで 100%3 ターンの毒をね、付与できるってことで、敵のね、大型の敵は一目と高かったりするりするんで、まあそういうやつに毒付与できると、まあほんと戦いがね、すごい有利になる。しかも毒付与した敵から攻撃されても回避すればいいんで、体力とか低いから、まあ耐えるの大変なんだけど、でも回避すればいいんで、もう今、主流の、このゲームの主流のね、回避タンクっていうのになれるんでね。まあそういう意味では、忍さんはね、かなり使いやすいと思います。ただまあ、火力はね、この後ステータス見てもらうとわかるんだけど、火力は微妙なんでね。鬼滅ユニットの回避がアップできると。この範囲をね。ただ、これ鬼滅ユニットだけっていうのがね、ちょっともったいなかったかなって感じですね。一突で、この範囲の味方の一ポイント回復して、毒も回復できると。毒って、毒消し使う感じなんだけど、食らうとね、マジうざいんですよね。それをね、近くに行って解除できるっていうのはでかいですね。で、毒耐性も上げると。スキル因子回復できると。これもね、いいですね。まあ、自分のですけどね。スキル因子1でもあれば、うん、100% の毒付与できるんでね。で、3突にするとこれ、スキル因子1消費で、100% の2ターンの強力な毒、自身の回避が 35% アップすると。まあ、これね、すごいね、アクティブスキルで使うっていう感じじゃなくて、普通に攻撃を した時にこれが発動するんで、勝手に。まあ、すごくいいね。多分これ、反撃受ける時にはもう発動してるってことだと思うんでね。めちゃめちゃ強いっすね、これも。忍さんの能力も、技と速、めちゃめちゃ高く設定されてます。力はめっちゃ低いっす、その分。まあ、力で敵を倒すんじゃなくて、毒でね、敵を倒す。まあ、原作再現しっかりされてるなっていう。だから、しっかり育てるときはしっかりと、回避と運ですね。を持ってあげてください。あ、速と運ね。持ってあげてください。富岡さん。富岡さんは、300% の、この斬撃ダメージを与える前に、麻痺させてからなんで、100% 当たりますね、攻撃が。それはもう化け物みたいに強いですね。回避主流の戦いの中で回避できないっていうのは致命的なんで。今、ナックルバールのこと思い出しちゃった。ブリーチの。致命的だぜ、あんたってやつ。水の補給のスキル因子1につき、自身が受けるダメージが減少すると。これもすごいよね。で、仕掛けられた場合は先制必ずすると。これはすごい。これを、このバフをかけるのはね、すごい。で、マックス 100% だからね。で最小ダメージは1。1以下にはならないと。自身がデュアル状態ではなく、味方ユニットが隣接していない場合、自身がデュエル中に受けるダメージ 30% ダウンし、スキル因子1個回復する。だから通常でもね、こういう風にできるんで、これデュエル時っていうのがミソで、こっちが攻撃しかけても、相手から攻撃されてもってことなんですよ。まあ、スキル因子を回復しながら、しかもダメージを減らせるっていう、まあ、そういう素晴らしい能力を持ってますね。一つで、追撃時。敵ユニットの物防をダウンさせてから攻撃を行う。これね、富岡さんも攻撃力が低いっていうことなんですよね、要は。で、3突すると、追撃可能な場合、自身の攻撃または反撃後に追撃を行う。だこれは、2回連続攻撃できるよっていうことですね。こっちが攻撃します。で、追撃できる場合、もう1回、こっちが攻撃しますっていう感じですね。うん。だから3突。もう、富岡さん取るんだったら3突。まあ、1突でも相当強いですけど、で、可能だったら3突。まあ、一突でもいいっていう感じ。で、そのぐらい強い。一突でも強いのは、煉獄さんと富岡さんぐらいですね。あ、あと忍さんもか。まあ、でも、汎用性の高さで言えば、まあ、忍さんに次いでって感じかな。で、能力的には、速が高い。126。これが一番高いんで、速が。鬼滅キャラの中で。忍さんより力が高い。氷粘層には、回避がないんですよ。だから、この速あっても、忍さんより回避、が高くなることはないと思います。運もね、
86しかないんでね。で、週も41だから、ちょっと、打たれ弱さ心配だけど、即頑張ってあげて、できるだけ回避する方向で、まあ、やる方がいいかなっていう感じ。ステータス強いです。化け物っていいです。で、年相に関してなんだけど、炭治郎を取るんだったら、100% これ取ってください。炭治郎は防御力があってなんぼです。攻撃力は武器で持ってあげればいい。あとはカスタムスキルとか、あとはアクセとか、そういうので持ってあげてください。これはもう唯一無二なんで。炭治郎取るんだったらこれは 100% 欲しいです。僕は根塚のためにこれを取りました。あとの年相に関しては、あったらいいなーっていうのが、あったらめちゃめちゃいいなーっていうのはこれ。これも、あるといいなーだけど、なくていいです、別に。僕はこれ手に入れました。これはね、めっちゃいいっすね。これは回避最上位の年相になるんで、自分が闇属性じゃなくても回避70漏れるっていうのは相当強い。これはいらないかな。カスタムスキルの仏光24アップはぶっ壊れてますけど、これはまあ無理に取らなくてもいいですね。で、これも別にいらないかな。なくてもいいって感じ。35% で命中アップ、破格なんだけど、まあ命中 25% アップ年相もあるんで、まあこれを無理に取る必要ないねっていう、そういう感じです。炭治郎取るんだったらこれ。結論を言うと、煉獄さん一択ですね。取るのが。悩んでるんだったら。で、煉獄さん一択。で、ついで、忍さん、富岡さん、根塚、炭治郎、甘露寺さんかな。炭治郎と甘露寺さんは、まあ、どっちか、どっちでもいい。好き嫌いでいいんじゃないかなって感じ。炭治郎が低くなっちゃうのは、一卒がなんか魅力を感じないっていうことですね。というわけでね、僕はね、今、忍さんと富岡さん持ってるんでね、忍さんを二卒目指して、富岡さん三突。それであとは根塚を最低限取って、根塚も三突っていうのを計画してるんでね。はい。そこに向けて頑張っていこうかなって思うんで、まあ、この先もね、ガチャの方が出したりとかするんでね、ぜひそちらも見てください。というわけでご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。